来ましたね、はい、支給される日。まあね、ちょっと今月あんまインスタとかも更新できてなかったから、先月のようにはいかないんだろうなと思いつつ、先月はちょっとラウンド4日連続配信、そうゴールデンウィークね4日間連続配信したから。では、あー小銭がいいか、重い、お、あれだね、重いからさ500円でも入ってるのかなと思ったら、重いと思ったら500円玉が入ってた。お、558円。お札が、じゅん。お、3558円。これだけ爆笑いただきましてありがとうございます。いや、なんかでも嬉しいね。なんか金額の有無に関わらずこれぐらいアクションしてくださったというのが。ありがとうございます。最近悩みがあって、はいはい、自分でなんとなく得意だと思ってたアプローチが全然うまくいかない。まあ、でなんでこんなにアプローチうまくいかないのかなと思った時に、パターは動画でめちゃくちゃ練習したじゃん。ドライバーがちょっと苦手意識があったんで、最近ちょっとドライバーを教えてもらって、まあ、なんとなく苦手意識克服しましたってなった時に、アプローチがもう置いてけぼりだったのよ。アプローチうますぎて言うことないって言われてたから、だからアプローチの回ね、うますぎて言うことなくなっちゃうんですよね。全然もう手をつけなかったら一番苦手になってて、もうね今ねもうそこが怖いの、アプローチ周りが。買ってきましたよ。確かにディレクターにもその話したじゃん。私本当アプローチうまくいかないみたいな、得意だったはずなんだけどって言ったけど、大丈夫、また買わなくて。あ、なにこれ。これやっぱ最近梅雨時期なんで、うん、まあ、室内とかで練習できるので、うん、またこれちょっと高いんじゃないの。これは400円、高い、4倍するやん。100均の中ではもう高級品よこれ。じゃあこのグッズを揃えたから、あとはもうあの練習してくれと。今度はちょっとアプローチを中心に練習していって、そこの部分の底上げをアプローチ得意にしていきたい。長いのよ梅雨が。そうで、梅雨が明けたらもう夏でしょ。私ちょっと今なんとなく疑問に思ってるのが、夏のゴルフでこれ持ってったらいいよみたいなのがあったら、ちょっと視聴者の皆さん教えていただきたいなと思ったの。日焼け止めと飲み物、タオル。で今タオルもあの水に濡らすとこう冷えるタオルとか、ああいうのも持ってった方がいいよとか知りたいなと思って、これ夏ゴルフに持ってったらいいアイテムあったら、ちょっとコメント欄で教えてほしいなと思います。夏ゴルフということで頑張っていきたいと思いますので、国ゴル応援していただけたらと思います。そして今月も、3500アクション、約3500アクションいただきました。ありがとうございます。ぜひ今月も、あ、来月も見守ってください。応援これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。頑張るよ。私個人のインスタではちょっと披露したけれども、コラボも検討しておりまして、具体的に話も進んでおります。もう、ね、宮崎が誇るトップ YouTuber とのコラボとなっておりますので、ぜひこちらも来月ご期待くださいね。また見てね。諦めたらそこで試合終了ですよ。チャンネル登録はこちら。